新しいスピンドルを用意します。新しいスピンドルを用意したら、スピンドルにスピンドルキャップを取り付けます。スピンドルキャップを取り付ける際に芯が出てないと入らないため、黄銅やプラスチックハンマーなどを使用して叩いて芯を出しながらスピンドルキャップを組み付けます。スピンドルキャップが奥まで取り付いたら、ボルトをすべて入れます。ボルトをすべて取り付けます。スピンドルキャップにボルトをすべて取り付けたら、次はテストバーを取り付けます。この時テーパーにゴミやホコリがないことを確認します。で、スピンドルキャップにテストバーを取り付けます。スピンドルキャップにテストバーを取り付けたら、フレの修正をします。テストバーの根元にテスターを当ててフレを確認していきます。フレを確認したときに、高いところと反対側のボルトを締めていきます。テストバーの根元のフレが出たら、テストバーの先端のフレを確認します。こちらも同様にフレが大きいところと反対側のボルトを締めます。先端のフレが出たら、すべてのボルトが締まっているか確認します。
すべてのボルトが閉まっていることを確認して、再度先端のフレを確認します。先端のフレが出ていたら、先端のフレが問題なければ、根元のフレを再確認します。テストバーの根元のフレが問題なければスピンドルキャップの交換は以上となります。以上がスピンドルキャップの交換についてです。